皆さんこんにちは。この番組では酒井家のコンシェルジュ白瀬泰三とイギリスウェールズ出身の私の孫娘ジェーンが酒井市のことを何でも分かりやすくご案内申し上げます。今回は私白瀬泰三が担当いたします。今回も新型コロナウイルス感染拡大による様々なイベント中止などの影響に伴い番組の構成を変更してお送りいたします。さて今回のコシェルジェ酒井さんちの出来事と中学生の手紙は昨年10月から12月に行われた話題をお送りします。そして特集コーナーでは学ぶと学ぶをお送りいたします。それでは酒井さんちのコシェルジェスタートでございます。まずは昨年の10月30日に行われた赤ちゃん抱っこ体験学習をお送りします。赤ちゃん抱っこ体験学習は青少年育成堺市民会議の協力のもと堺市とボランティアグループオンリーワンラブが毎年市内の中学2年生を対象に開催しています。このイベントは伝える、伝わる、生まれるをテーマに生徒自身が赤ちゃんと触れ合う貴重な体験をするとともに地域と学校との世代を超えた交流から地域ぐるみで子育てする基盤づくりを進めることも狙いとしています。春江中学校の5から8組の生徒たちは赤ちゃんを抱っこしたりおもちゃで遊んだりしながら赤ちゃんの名前の由来や子育ての楽しさ苦労などをお母さんお父さんたちから聞いておりました。赤ちゃんだ初めて抱っことか したんですけど最初はやっぱ泣かれちゃったりもしたんですけどだんだん慣れてきて懐いてきてくれたのですごい良かったです。なかなかできない体験で緊張もしたけど将来自分もこう赤ちゃん抱っこするんだなって思ったらいい経験だなって思ってその赤ちゃん産んだ時とかにも生かしたいんですけど普通に働いたりとかする時の命の大切さ的にもちゃんと心の中に留めておきたい。赤ちゃんと触れ合うことで命の尊さや親の子供への愛情を感じ将来の子育てに生かしてもらいたいですね。続いての出来事は昨年11月24日に行われた堺市子どもフェスティバルです。このフェスティバルでは夏休み中に各地区の子ども会が作成した壁新聞の表彰式と堺市のジュニアリーダーズクラブが企画したオータムジュニアキッズ妖怪退治が行われ堺市内の子どもたちが地域の枠を超えて楽しく触れ合いました。壁新聞には高学年の部、低学年の部合わせて62作品の応募がありました。毎年行っております子ども会の壁新聞コンクール表彰式に合わせまして今年は堺市ジュニアリーダーズクラブの自主企画の妖怪退治を合わせて開催させていただきました。普段壁新聞を作ったことのない子ども会さんですとかまだ高学年のお兄さんが作っていて壁新聞作りに携わったことのない低学年の方にたくさん来ていただいて地域のことを調べる壁新聞の素晴らしさを知っていただきたいと思いこのように開催させていただきました。年々壁新聞の出品も少子化に伴って少しずつ減ってきているので今回を機会に自分の地区でも作ろうという子ども会さんですとか増えていただけるとありがたいですし子ども会での活動にジュニアリーダーも呼んでいただいてレクリエーションなどさせていただいている子ども会さんもいらっしゃいますので今回を機にジュニアリーダーを知っていただけると大変嬉しいなと思います。みんなで妖怪退治だでは令和に現れた妖怪たちのボスを退治するために子どもたちが力を合わせてゲームをクリアしていきます。獲得したお札を使って妖怪たちの体力を減らしていくそうですよ。
みんなとても楽しそうですね。中には壁新聞から答えを導き出すクイズもありました。ボール投げるのが楽しかった。めっちゃくちゃ楽しかったです。ネズミ男のやつとか、なんかつかみにくいのとかがつかみやすいのとかあって、拾うのが難しかったり簡単だったりして楽しかった。子どもたちには各地区の子ども会やジュニアリーダーズクラブでたくさんのことを学び、堺市の明るい未来を切り開いていってほしいですね。続いての出来事は、昨年12月18日に行われた第3期まちづくりカレッジ終業式と第14回講義です。堺市ではNPO 法人まちづくりカレッジ堺と共同で、実践的なまちづくりについて学びを深め、まちづくりに携わる人を育むまちづくりカレッジを開講しています。今回第3期の終了式と第14回講義が行われました。第14回講義では、受講生によるまちづくり活動の研究レポート発表が行われました。土地の利活用や人材の生かし方、中にはアプリを開発し役立つ情報を届ける素敵なアイデアもありました。堺市の魅力を感じるというのはもちろんだったんですけど、こういったふうにまちづくりカレッジ堺に参加されている方とこういったつながりを持ってたことってすごく大きくて、堺市の中でもこういった思いを持って参加している方がいる、まちづくりに興味がある人がいるというのを知れたのはすごく大きくて、実際そういった人とつながって今後堺市の活性化というところにつなげていけたらなというふうに思います。地域に興味関心を持ち、地域や人のために何かやってみたいを応援するまちづくりカレッジ、修了生の皆さんにはこれまで学んだことを堺市の発展のために生かしていってもらいたいですね。日本一短い中学生の手紙。このコーナーでは、市内の部活動を頑張っている中学生の皆さんに日頃抱いているありがとうの気持ちを日本一短い手紙にしたためていただきます。さて、今回は昨年10月から12月に放送した丸岡中学校合唱部、丸岡南中学校男子ソフトテニス部、春江中学校吹奏楽部を振り返ってみます。まずはじめは丸岡中学校合唱部の皆さんです。丸岡中学校合唱部は一日一日を大切に、コンクールの上位入賞を目標に日々練習に励んでいます。準備体操と発声練習を毎日欠かさず行い、心と声を一つにし、笑顔で終われるようなステージを目指して頑張っています。お母さんへ、頑張っても結果が出なくて辛い思いをしているとき支えてくれてありがとう、美咲。料理とか洗濯物を畳んだりしてお母さんの時間を作ってあげたいなって思います。ピアノへ、私たちと一緒に音楽を作ってくれてありがとう、これからもよろしくお願いします、リノ。なんかみんなで歌ってる歌声にこのピアノの音が合うともっと綺麗になるから、その一緒に音楽作ってるなって思います。お父さんへ、辛い時、苦しい時、楽しい時、嬉しい時、いつも一緒にいてくれてありがとう、みずき。辛い言葉や悲しい言葉たくさん言ったけど、それでも嫌いになれません、大好きです。
続いては丸岡南中学校男子ソフトテニス部の皆さんです。丸岡南中学校男子ソフトテニス部は上達するのに大切な基礎的な練習に力を入れています。県大会で良い成績を上げることを目標にチーム一丸となって練習に取り組み、プレーも態度も良いチームになれるよう頑張っています。ペア A、 僕のペアとして大会中にたくさんフォローしてくれてありがとう。とても助かってる。総一、2人とも笑顔で大会を終われるように頑張っていきたいです。県大会でとりあえず1回戦突破したいです。先輩へ、アドバイスをくれたり笑わせてくれるので部活が楽しいです。ありがとう。大地と先輩の、ふざける時と、真面目にやる時の切り替えが尊敬できるなと思いました。お父さんへ、暑い日も寒い日も働いてくれてありがとう。これからも元気でいてください。そうた、僕にとっては一番憧れる存在で、お父さんは力持ちでたくましいし、どんな時にも構ってくれます。そして春江中学校吹奏楽部の皆さんです。春江中学校吹奏楽部は部員一人一人が演奏できることに感謝しながら、全国大会出場を目標に春中サウンドを追求しています。演奏を聴いてくださる方々に少しでも喜んでいただけるよう日々頑張っています。武井先生、いつも音楽の表現の仕方などを細かく指導してくださってありがとうございます。リオン、練習の時には厳しいけれど普段は優しくて面白い先生です。練習の時にも楽しくできるように頑張ります。千歳先輩へ、いつも厳しく教えてくれてありがとうございます。期待に応えられるよう頑張ります。ゆな、いつもしっかりしていて、厳しかったり優しかったりするめっちゃいい先輩です。部活の仲間たちへ、いつも僕と部活をしてくれてありがとう。みんなと音楽をするのはとても楽しいです。たける、一応すごく大変な部活であるんですけど、やっててすごく楽しいし、顧問の先生も僕たちを思ってやってくれてるのですごくいい部活です。改めて手紙を読み返すのも心が温まっていいものですね。今後も丸岡町の日本一短い手紙の館では日本一短い中学生の手紙を展示するコーナーを設けてまいります。ぜひ足を運んでみてください。こんにちは、嶺北丸岡消防署の谷口です。学部です。このコーナーでは僕たちの暮らしを守るスペシャリストと一緒に消防が取り組んでいる活動や安全に関する情報をお伝えしていきます。学部くんは嶺北消防組合の組織の中に消防団、他には防火協会などの外郭団体と呼ばれる組織があるのは知っていますか？聞いたことはあるけど、実際にどんなことをしている団体なのかは知らないな。
今日は各団体がどんな活動を行っているか紹介するね。まずは消防団から説明するね。消防団は消防署と協力して地域の安全安心を守る組織です。消防署と消防団の違いは、消防職員が常時消防業務に専念しているのに対し、消防団員は普段各々の職業に従事し、火災などの際には消火活動や救助活動を行うという違いです。なるほど。消防団員は普段それぞれの仕事をしながら、火災の際には現場に駆けつけて僕たちの生活を守ってくれるんだね。現在堺市内には23の分団があり、団員数はおよそ470名です。男性だけでなく女性の団員もいるんですよ。主な活動は、火災の際に消防職員と協力して消火活動や救助活動、風水害などへの対応を行います。大きな災害だと消防職員だけでは限界があるから、消防団は心強いパートナーだね。そうだね。その他、消防団は消火訓練をしたり、防火講習会での実技指導や火災予防広報の活動をしたりなど、多岐にわたり地域防災の要なんですよ。消防団は分かったんだけど、外郭団体って何なの？外郭団体というのは、嶺北消防組合とは別の団体で、防火活動などを協力してくれる団体のことです。防火協会、女性防火クラブ、少年・幼年消防クラブがあります。じゃあまずは防火協会から説明するね。防火協会は堺市、あわら市にあるおよそ980の事業所が会員となって、自分たちの会社から火災や事故は起こさないという考えのもと、火災予防の普及や広報、地域福祉の推進に寄与することを目的とした団体です。防火協会は個人ではなく事業所が会員なんだね。そうです。主な広報活動として、防火協会だよりや防火カレンダーの発行、防火作文や防火標語の募集などを行っています。他にも初期消火技術を高めるための自衛消防操法大会や、防火・防災のノウハウを学ぶための視察研修を行っています。会社の中に消火器や消火栓の使い方を熟知した人がいれば、もし火事が起きてしまっても迅速に初期消火ができそうだね。次に女性防火クラブです。堺市内の各地で結成された女性の防火クラブで、現在およそ300名が活動しています。主な活動としては、自宅などで火災が発生した時の初期消火の対応や、家族が倒れたり怪我をした時、応急手当ができるように防火・防災の研修を受けたり、子ども園などで火の用心を呼びかけ、一日消防官になって消防査察に同行しています。そして少年・幼年消防クラブは、各小学校や幼保園、保育園などにおいて防火・防災意識を高めることを目的とした活動をしています。まずは少年消防クラブ。小学校ごとに構成され、消防車両の見学や放水体験、応急手当を学ぶ防火教室や、地域の危険な場所を地図にまとめる防災探検隊などの活動を行っています。次に幼年消防クラブ。幼児を対象に火遊びの怖さを知ることで防火意識を根付かせたり、法被を着て老人施設を訪問し、地域における防火意識を高める活動をしたりしています。このようにたくさんの人たちが防火意識を高めながら火災予防の活動を行っているんですよ。僕も防火を意識しながら、みんなのためにできることがないか考えてみよっと。ではまたねー。